よしこうじは、日系アメリカ人作家、特に児童文学作家として知られる。日系人強制収容所体験に基づく、自伝小説、トパーズへの旅、自伝、荒野に追われた人々、日系一世の女性の苦難に焦点を当てた小説、写真花嫁などを発表。また、差別と戦いながら懸命に希望に向かって生きる、日系人の姿を二世の少女。 リンコの目を通して描いたリンコ三部作をはじめとする作品によりアメリカ児童文学に新風を吹き込んだ。カリフォルニアコモンウェルスクラブ児童文学最高賞のほか、オレゴン大学、日系アメリカ人市民同盟、ユタ州歴史協会、カリフォルニア英語教員協会などによりその功績を称えられた。ヨシコ内田は1921年11月24日、アラメダに生まれた。 父高氏は、武家の出身で同志社大学卒業後、1903年頃にハワイに渡り、3年ほど日本語教師を務めた後、さらにカリフォルニアに渡った。シアトルに住む、日系一世の実業家マサジロ古屋と出会い、古屋商事ポートランド支店の支店長に就任。1917年に、三井商事サンフランシスコ支店に入社した。よ子の母育は、いわゆる、 写真花嫁であった。イクも、たかしと同じく同志社大学を卒業し、共通の恩師の紹介で知り合った。イクは文学に親しみ、草花一本にも興味を感じる人で短歌を良くしたという。三井物産の福祉店長に昇進したたかしは、妻イク、長女、ケ子次女よしこを連れて、バークレイに引っ越した。バークレーは、当時、白人社会であったため、 他の地域でコミュニティを形成していた日系人と違って、ヨシコは常に白人社会に同化したいと願っていた。しかし、それはまた、当時の白人優位社会にあって、日系人であることに劣等感を抱き、常に怯え、差別に傷つかないための防衛手段を講じることであり、日本人の髪でも切ってもらえるか、日本人でもプールに入っていいか、などと、その都度、許可を求めていたという。 とはいえ、通常の日系人コミュニティより恵まれた環境に育ったヨシコはピアノを習い、コンサートや美術館に通い、休暇には東海岸や日本へ旅行する機会もあった。また、日本語学校へ行かなかった子供他の日系人と違う点である。両親ともキリスト教徒であったため、子供たちもオークランドの日系回修派協会の日曜学校に通った。 社交的で面倒見の良い父は、同志社大学の同窓生や、仕事仲間など来客が絶えず、やがて、米エリアコミュニティで指導者的役割を担うようになった。内側16歳で、カリフォルニア大学バークレー校に入学し、英語、歴史、哲学を専攻した。近日中に、カリフォルニアから、すべてのジャップを追放。百四十一年十二月の日本軍の、 真珠湾攻撃の後、1942年2月19日、ルーズベルト大統領が発令した大統領令9066号により、日系人の強制立ちの木が始まり、カリフォルニア州、オレゴン州、ワシントン州に住む約12万人の日系人が内陸部の銃の収容所に送られることになった。日本人の来客が多く、 コミュニティの指導者と目されていた父高氏は真っ先に疑いをかけられ、真珠湾攻撃の当日に FBI に連行された。最初はサンフランシスコの移民抑留地区に送られ、さらにモンタナ州水浦の法律収容所に抑留された。内田は当初、アメリカに生まれ、市民権のある2世が強制収容されることなどあるはずがないと信じていたが、 周囲の白人からも疑いの目を向けられるようになり、大学の友人にすら、真珠湾攻撃について本当に何も知らなかったのかと、言われ、深く傷ついた。トパーズ戦争移住センター収容所内での、ジェームズ若さの葬儀内田は、学業の中断を余儀なくされた上、わずか10日ほどの間に、立ち退きの準備をしなければならず、一家は家財を安く売り払ったり、寺院や教会に預けたりして、 タンホラン仮収容所に向かった。一家にあてがわれた部屋は、休憩場上の馬小屋の一角だったが、ここで5ヶ月暮らし、ようやく自治組織ができた頃、再び2日に晩の過酷な移動を強いられ、トパーズ戦争移住センターに収容された。この強制収容所は、ユタ州の砂漠の中にあり、寒さが厳しい上に、たびたび砂嵐に襲われ、病気に倒れる者も,も出た。 医師が少なく医療設備も整っていなかったため、高齢者の一生をはじめとし、かなりの死者を出した。1943年4月、63歳の日系一生の男性、ジェームズ初期若さが見張りの米兵に銃殺された。鉄条網の近くを歩いていたために脱走を、くわ立てたと誤解されたのである。米兵は軍事裁判にかけられたが無罪となった。非翼流者の銃殺は、 トパーズ収容所では一度だけであったが、内田の著書では繰り返し語られ、トパーズへの旅では、主人公、キの親友、エミの祖父、写真花嫁では、主人公、花の夫太郎が、同じように鉄条網の近くを歩いていて銃殺される。内田は収容所の小学校の教師であったが、ここでも設備が整っていなかったため、授業を始めるまでには、まだかなりの作業が必要であった。 やがて父高氏が釈放されて、トパーズ収容所の家族の元に戻ってきた。カリフォルニア大学バークレー校からは、トパーズ収容所翌流中に学位授与の連絡を受けた。1943年1月、日系人による部隊が編成されることが発表され、強制収容所内で志願兵の募集が行われた。 強制収容した市民に対して、今度は国のために戦え、というアメリカ政府の矛盾に生き通るもの、日系人の将来のために、アメリカに対する忠誠心を示す絶好の機会だというものなど、激しい議論が交わされた。トパーズへの旅は、強制収容所体験に基づく、自伝的小説だが、この事件を大きく取り上げるために、内田が自らを重ねて描いている。 主人公ユキには兄があるという設定にし、彼が第442連隊戦闘団に志願して出兵し、続編の故郷への旅では彼が身体的にばかりでなく精神的にも深い傷を負い心を閉ざしている様子を描いている。内田はすでにタンフォラン仮収容所にいた時に女子名門大学スミスカレッジに入学できる可能があった。これは 市民権のあるニセイの場合は、煩雑な申請手続きを踏んで、アメリカへの忠誠心が認められると、就学や就職のために収容所を出ることが可能だったからである。彼女はこの時点では、収容所でのコミュニティの生活に貢献するために、これを断っていたが、トパーズ収容所にいる間に、再び申請手続きを行い、1943年5月に、スミスカレッジから、 研究奨学金を受けて、大学院に入学する許可が与えられた。同時に、姉の稽古も、就職の機会が与えられ、二人は、同年6月に収容所を出ることになった。一年余りの収容生活で大学に復帰できた、ことは、当時の日系人の中では幸運であったと言える。数ヶ月後には、両親も収容所を出て、ソルトレークシティに今日構えることになった。 これは一部には収容生活が長引くにつれ管理事務所で白人と仕事をしていた父、高志を敵対視する日系人が出てきて脅迫を受けるようになったせいであるとされる。1944年にスミスカレッジで教育学の修士号を取得しフィラデルフィアで小学校の教師になった。同時に執筆活動を続けるつもりであったが多忙を極め体調も優れなかったため、 姉の稽古が住むニューヨークに引っ越し、1946年から太平洋問題調査会、ついで47年から学生、キリスト教合同会議の事務局を務めた。こうして、夜は執筆に励むことができた内田は、ニューヨーカーやアトランティックマンスリーに短編を送ったが、すべて却下された。コロンビア大学で児童文学を学んだ後、同大学の講師として招かれていた。 ハーコート、ブレース社の編集者マーガレット・ケイ・マケルダリーに、日本の民話や昔話を紹介するよう勧められ、1949年、母育から聞かされた民話をまとめ、踊る夜勘として発表した。踊る夜勘は、文福茶釜のことであり、本書にはこの他に、浦島太郎、山田のおろち、小太り爺さん、稲葉の白ウサギ、玉のい、竹取物語、ネズミの嫁入り、 桃太郎、一本の藁、下切りすずめ、はまぐり女房、花坂か、G、一寸帽子が収められている。さらに、1951年には、日系少女スーザンスサキを主人公とする最初の児童文学書、スーザンの新しい友達を発表した。1952年、報道財団の研究奨学金を受けて2年間、日本に留学することになった。 京都と東京に滞在し、日本の美術や工芸作品に触れ、民芸運動の創始者の善に根ざした哲学に、傾倒した。また、この間、祖父母の墓参りをしたり、全国津々浦々を旅行して、日本の民話を収集したりと、日本の伝統、文化、価値を身をもって知ることになった。これは、内田の自己認識を大きく変えた。戦時下で、ドイツ系やイタリア系と違って、 日系だけが強制収容所に抑留され、日本人は適正外国人だという偏見や迫害を受けたあまりにも辛い経験から、今ようやく日本人を先祖に持つ自分に誇りを持つようになったのである。彼女は荒野に追われた人々で2年間の日本での経験により、日系アメリカ人としての私自身の中に新たな次元を発見し、 両親が生まれ育った文化に対する賞賛や敬意を抱いて帰国したと書いている。帰国後、内田は日本タイムズに日本の民芸運動を紹介する記事を掲載している。また、収集した民話をまとめたものとして、大田子様の帽子、六米と千個のおにぎりなどを発表した。前者はニューヨークヘラルドトリビューンがの児童文学部門、春のブックフェスティバル賞を受賞した。 強制収容に対する保障については、1948年7月に日系人退去保障請求法が制定され、最初の保障策が施行されているが、文書によって証明できる不動産、私有財産のみに限られるなど、その内容と対象は極めて限定的なものであり、日系人が受けた様々な不利益、精神的苦痛の保障、さらには日系人の経験、 記憶の継承など、真の保障運動が始まるまでには、まだかなりの歳月を要した。内田がトパーズへの旅を発表したのは1971年のことだが、1970年代初頭は60年代の黒人公民権運動のうねりが、他のマイノリティにも波及し、日系人についても、1948年の日系人退去保障請求法では考慮されなかった。 無形の損害、侵害された自由、尊厳などの回復を求めた保障運動が始まったばかりであった。トパーズへの旅の続編、故郷への旅を発表したのは1978年。さらに、これらの虚構を含む作品ではなく、彼女自身が直接体験した事実を語った、自伝、荒野に追われた人々を表したのは1982年のことである。 1988年に、レーガン大統領により、1988年市民の自由法が署名され、強制収容によって損なわれた、日系アメリカ人の名誉回復が、ようやく実現することになるが、内田は30年以上にわたる、こうした変遷に配慮しながら、強制収容に関する著述を進めており、名誉回復後の1991年には、 再度、強制収容体験を語った時点、見えない意図が発表された。内田が死去する前年のことである。内田この他に、写真花嫁として渡米した女性を、主人公とした写真花嫁を発表しており、アメリカ人の目には、個人の意思や感情を無視した、後進国日本の野蛮な習慣と映った、写真花嫁は、1920年に日本政府が、 夫と共に渡航する女性にのみパスポートを発行する措置を講じたため、事実上、この時点で終演したが、この意味で文学作品としてだけでなく、日系移民史の資料としても重要である。内田は日系人の苦難を語り継ぐ活動の一環として、児童文学作品を多数発表した。代表作は、凛子三部作及び、忘れないよ、いつまでも、 日系アメリカ人少女の物語であり、いずれも差別と戦いながら、常に前向きに生きる日系二世の少女を描き、アメリカ児童文学に新風を吹き込み、アメリカの子供たちに新たな主人公、新たな世界観を提示した。日系人強制収容所での辛い生活、困惑や絶望を11歳の少女、雪の目を通して描く。上記参照。 ユタ州歴史協会モリスエス・ローゼンブラッド賞受賞。1869年、徳川幕府が倒れ、最後まで新政府に抵抗して敗れた藍津藩の武士、松坂玄之介が、息子の孝一、藍津藩の農民やオランダ人軍事顧問、スネールらと共に密かに横浜から出港し、新天地で農業や産業を起こすために奮闘するが、白人からの迫害に遭うなどして、 失意のうちに、再び新たな地を求めて旅立つ。初期の日本人移民の歴史的事実に基づく作品で、資料としても重要である。カリフォルニアコモンウェルスクラブ賞を受賞。トパーズへの旅の続編として、収容所から戻った日系人家族の生活を描く。反日感情は、さらに強く、住むところも見つからず、やっと始めた雑貨屋も、 白人の放火で再びすべてを失う。第442連隊戦闘団に入り、欧州に出兵していた兄健一が復員するが、精神的にも深い傷を負い、心を閉ざしている。だが、息子を日本との戦争で失いながらも、日系人はアメリカ人であり、日本人とは違うと温かく迎えてくれる白人夫妻に出会う。 カリフォルニアコモンウェルスクラブ児童文学最高賞、吉子内田の老いたちから収容所体験、その後も続いた反日感情などについて知る上で最も重要な次元である。日系二世の凛子が一世の未亡人旗夫人との交流を通して一世の悲劇を知り、日本の風習、文化を受け入れるようになる。二十一歳の花尾宮はすでに竹へ課した三人の姉たちと違って、 新たな可能性を切り開きたいと思っていた。おじからアメリカで雑貨商を営む青年太郎武田との結婚を持ちかけられて一人と米を決断。だが、未知の国アメリカでの経験は失望の連続だった。ほのかの憧れを抱いていた清山家が病に倒れ、あたりの目も木からず山家を見舞ったが会えなく死亡し、花自身もインフルエンザにかかり、 見ごもっていた赤ん坊を死産させてしまう。対面をもんじる誇り高い太郎は、口にこそ出さなかったものの、花を許していなかった。花は太郎の自尊心をもんじ、夫を立てる妻として生きようとする。作品後半は主に強制収容所での生活が描かれる。その他の翻訳。ありがとうございます。